はい、どうもこんにちは、チルコです。今日はかまばっか王国王女エキスパート行ってみたいと思います。それでは行きます。はい、こちらのローパーティーで行ってみたいと思います。発動能力は何もないです。では行きます。まあね、本当は船長効果無効が、ついてればいいと思われます。でもね、私が解放全然なんでちょっとダメでしたね。あ、お肉がもったいなかったかな。2面は是非を、5回までに貯めないと、貯めた方がいいですね。お、やった、レア枠ですよね。稲妻の女の子可愛いですよね。可愛いというか綺麗ですよね。岩ちゃんに比べて。あ、割らしちゃったけど、あ、何もないですね。じゃあよかった。あー、かわいい。落ちる、よし、落ちました。そうです、レア枠はレア枠の運だけはいいです。なんでか知らないんですけど。よし、これでジェフがたまりそうですね。よし、このスロットの影響を大きくしてくれるっていうのがいいですね。はい、じゃあこれで技に変えます。ちょっと不安だから岩ちゃんからいきますか。よし、倒せた。これでゾロどうしますかね。ゾロ、なくてもいいような。ああ押しちゃいました。もうしょうがない、これで行こう。はい、来ました。はい、もうここはしょうがない、スロットは残しておこうと思います。
うん。あ、たまった。なので、一旦待った方がいいですかね。うん、そうしよう。まだ一回耐えれるから、ちょっと一回待ちましょう。そうすれば、うん、これが消えるし。え、なになに？ああ、びっくりした。ああ、びっくりした。これでいいですよね。はい、トゲバさん使って、いけるかな。果たしていけるでしょうか。3ボク、いきます。あ、余裕でした。よかった。はい、クリアできました。今落ちましたかね。ひわちゃん落ちてないですかね。まあでも稲妻が落ちたんでよかったですね。はい、稲妻落ちました。はい、こんな感じです。あ、落ちなかったですね。はい、はい、フレンドさんありがとうございます。はい、ということで、かまばか王国王女エキスパート行ってみました。エキスパートなのでね、割とスムーズに行けたと思います。はい、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。